ということで、ゆきさん今日管理しております。あの軽いまたまたおと申します。ちょっと仕事を代表して挨拶をしております。このゆきさんの現在は昭和平成20年度に始まりまして、今回で8回目を迎えます。少しはここに君新一様の中で風が生き生きとの開口を描いた教室ですけれども、この古川薫先生が今年5月5日に選挙されました。そうですね、ギフトへの歌を作りまして、それがちょっと長州山口県で披露されましたけれども、古川先生はこの地元でも非常に指導施設を念願されていたんですけども、残念ながらもうそれに伝えることができずに非常に残念に思っています。今回は古川先生のご名誉とともにですね、また実際の慰霊を本当に行いようと思っています。全然参拝者が増えまして、当初はもう5、6人でしたけれども、もう当初は去年のように3名増えまして、まあ19年本当に新たな出会いが本当に生まれています。地元側としてはなかなかその受け入れされているのはまだできませんで、非常に気分を共感する次第でございます。でもその流体の家というのは、やはり特別に気づいた若い、この思う、僕を思う、自由な心と気持ちですね、これを深く継承していきたい、あるいはその思いにですね、その思いを新たにしたいという気持ちでやっていきたいと思っています。皆さん、これからもまたぜひ参加してくださるようお願いします。